2024年9月13日、中国内の国営のマスメディアでは、中国海軍として通算で3隻目、中国国産としては2隻目に当たる航空母艦福建の訓練中だとされる短い映像が紹介され、その健在ぶりをアピールしたよ。この短い映像について県の中国の国営のマスディアでは、中国海軍の現時点で最新鋭の航空母艦である福建の訓練中の様子を捉えたものだと説明しており、ことに外観のみではなく同艦で初めてその内部を映した映像だと述べていたらしい。個人的にはこの中国の国営のマスディアの短い映像そのものを、インターネット上で視認するには至っておらず、従ってそれに対する感想を述べることも現時点ではできない状態で何とも言い難いんだよね。今回はそんな中国海軍最新鋭の航空母艦福建について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。中国の国営のマスディアの言によれば、今回の短い映像は航空母艦福建の訓練中の様子を映したものとされており、同艦の内部の指揮所とおぼしき場所や、飛行甲板上のカタパルト付近とおぼしき場所で乗組員の姿を捉えたと称されているようだね。時事通信社はこの画像を、中国国内の中央テレビ軍事チャンネルのソーシャルネットワークサービスであるウェイボーから入手したとしており、県の映像の一部を画像にしたものみたい。その画像には、艦内の開かれたドアの中に右に1名の女性とおぼしき1名と、その背中合わせに左に男性とおぼしき1名の計2名が映っており、これがどうやら航空母艦福建の艦内を初めて映像に収めたと言われているシーンなんだと思う。そこに収められた2名の乗組員のいでたちは、いずれも淡いグリーン系の上着に、貝は黒系の制服に見え、上着の上にはさらに鮮やかなイエローの救命胴衣とおぼしきものを着用していることが見て取れるんだ。また両名ともに立ち姿であり、その手元付近にある何らかの操作系の装置を使用しているようであり、両名の奥には少なくとも3面に分割された窓らしきのもが見えるので、環境構造物の内部ではないかと思われるな。いずれにせよ個人的にインターネット上で確認できた。この一枚の写真からはこれ以上のコメントを行うことは非常に難しいが、この絵面から推察するにオリジナルの短い映像でも、あまり大した情報量は含まれていないと言えるぜ。なぜならば中国海軍のこの航空母艦福建は、これまでに収益しているの中国海軍の2隻の航空母艦である1番艦遼寧と2番艦山東の発艦にスキージャンプ、着艦にアレスティングギアを用いるストーバー方式とは大きく異なるからだ。中国海軍の3隻目の航空母艦である福建は先の2隻で採用されていたストーバー方式に変えて、発艦にはカタパルト、それも電磁式を搭載し、着艦にアレスティングギアを用いるキャトーバー方式を採用しており、発着艦に関する仕様はアメリカ海軍の大型原子力航空母艦と同様の形式とされているね。航空母艦福建においてはキャトーバー方式の艦載機の発着艦を行う仕様ではあるけど、アメリカ海軍の大型原子力航空母艦であるミニッツ90隻とジェラルド・アール・フォードとの最大の違いは機関部が前者は通常動力、後者は原子力という点だと思う。中国海軍では福建に続く4隻目の航空母艦からはアメリカ海軍と同様に原子力推進型の機関を搭載する可能性が高いと目されているけど、今の福建ではこれだけの規模の艦艇を稼働させられる原子炉は実用化できていないんだろうね。ただし中国海軍では攻撃型の原子力潜水艦や、潜水艦発射型の核兵器の運用プラットフォームとして戦略型の原子力潜水艦を運用しており、艦隊の大きさが著しく異なるとはいえ、艦艇搭載型の原子炉の開発は進めれている状態だぜ。そのため、福建以後の航空母艦が原子力推進を搭載する可能性はもちろん排除できないと思うが、現時点の福建ではそれは成し遂げられておらず、まだまだ大型艦艇を運用可能とするには時間を要するのではないかと目されているらしい。ちなみに航空母艦福建は、満載排水量で8万トン、全長が最大で約 317.0m、全幅が最大で約 78.0m ほどの艦体を持つと推定されており、機
幹部は蒸気タービン機関を4機とボイラー8機を組み合わせた IPS 統合電気推進方式を採用している模様だな。これらの機関部によって航空母艦復権は、最大で出力は22万馬力、速度は30ノット以上を発揮すると考えられており、動力性能という観点からだけこの数値を見ればアメリカ海軍のミニッツ級の同26万馬力、同30ノット以上に近いようにも見えるよ。しかし航空母艦復権はこうした動力性能に対する数値は及第点であっても、電磁式のカタパルトを稼働させるという点では、主としてアメリカをはじめとする西側諸国の目からは不十分なのではないかと以前から指摘されていたんだ。運用に膨大な電気を必要とする電磁式カタパルトは、アメリカ海軍においても最新型のジェラルド・アール・フォードのみでしか実用化されておらず、少なくとも当のアメリカではその稼働には原子力推進は必須と見る向きが主流みたい。また電磁式カタパルトの実用化については、そもそもその前の蒸気式カタパルトの運用経験も持たない中国海軍にとって、電力供給の点は置いておくとしても、そうやすやすと成功させられるほど、ハードルは低くないとの指摘も絶えないな。そもそもこの2024年時点においても、アメリカ海軍の航空母艦以外でカタパルトを装備し収益中の CATOBAR 方式の艦艇はフランス海軍のシャルル・ド・ゴールのみであり、同艦も原子力推進の上、その蒸気式カタパルトはアメリカが供与したものだぜ。こうした点を踏まえれば、いかに中国の航洋力が民製品を含めた様々な分野で、先行していた他国の製品を模倣し技術力を高めているとはいえ、そう簡単にしかも電磁式のカタパルトを実用化できるのか否かは確かに議論が分かれる点だと思うぜ。中国海軍の航空母艦復権は、2018年末頃からその建造が開始されていることが一部のマスメディアで報じられ、世界も知ることになったが以後の新型コロナウイルスの影響で計画は少し遅れ、2年前の2022年6月には進水を果たしたね。そしてその時点で航空母艦復権の収益は2024年中と目され、確かに今年2024年5月には延べ8日間に及ぶ初のテスト航海を実施したことが、中国国営の新華社通信を通じて報じられ、収益を間近にしている印象を与えたよ。ただし、この報を受けた後でも香港の英字メディアであるサウスチャイナモーニングポストの電子版においては、復権がテスト航行を終えるには未だ最低でもあと1年ほどの期間が必要との見立てを報じたぜ。個人的にも復権が2022年6月に進水を終えた時点では、2024年内の収益の可能性も十分にあり得るかもと感じたものだが、今回の復権の訓練中だとされる短い映像から察するに実際に稼働状態に移行できるのはもっと後になると思えるな。何しろ今はすでに2024年9月であり、実際に復権が今年中の収益を果たすにはもう3ヶ月半ほどしか時間はなく、このタイミングで公開された映像で艦載機の実際の発着艦の様子が見られないことから、実稼働状態には程遠いと感じるぜ。何事にもメンツを重んじる中国の文化的な背景を考えれば、実稼働状態に至らずともひとまず復権は2024年内に収益を果たしたと中国側が発表する可能性はあるかもしれないけど、運用にはまだ時間を要するだろうね。もし仮に中国海軍が復権の電磁式カタパルトを使用して艦載機の発着艦にすでに成功しているとすれば、その成果を対外的に映像を持ってアピールすることは確実で、それが伴わない現状はそうではないことの裏返しに見えるかも。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。